こか。私は幼い頃、人々を守れる立派な人間になりたいと夢見ていました。けど、いくら人々を守ろうと努力しても、結局全員を守れるわけじゃない。もちろん、そんなことは不可能です。でも、それを認めた途端、私の心は絶望に押しつぶされそうになりました。団長、この殺気を。やばいよ。そんな時です。マーリンと出会ったのは、彼女は悩む私に道を示してくれた。ならば不可能を可能にする王となれ。守りたいもの全てを守れる世界を作ってみせろ。と、その言葉が、私の景色を一変させた。私はマーリンに指示を請い、多くのことを学び、そして、約束したんです。必ず立派な王となって、誰も見たことのない素晴らしい世界を作ると。一体何が起きたんですか？
よ。これも伝説だね。エクスターミネイトレイ。聞いてんのか聞いてねえのかわかんねえぞ。早く脱出しないと大変だよ。確かにまずい。神器がない上にみんな魔人王戦で消耗しきってる。キャス、一つだけ聞かせてほしい。お前にとって私は何だ。ずっと我慢してた美味しい美味しい僕のご飯だから、邪魔をせずに僕に食べられてよ。これはキャスパリーグの作った異空間より感じるこの波動。わあ、これは。戻って来られたの。聖剣は鍵の役目を果たし終えた時、真の聖剣となり主のもとに帰る。皆さん、大丈夫でしたか？アーサー！マーリー、早くアーサー様をリオネスに運んだ方がいいわ。本当に、ネーネーは人が良すぎる。だがこうなった以上、お前たちと行動を共にすることは、いや、これ以上私の勝手に巻き込むわけにはいかん。
みんな、団長殿、今日まで世話になったな。マーリン、まだ話は。これでいい。全ては自分自身で選んだ道だ。我が主アーサー、私はこの命に代えてもお前を守り抜こう。Thank you.
だとしても混沌を野放しにはできねえ。
ことを引き起こした張本人にはそれなりの責任を取ってもらう。待って団長、マーリンをどうするつもりなの？メリオダス、この魔力、まさか。お前を連れて帰ったのはこの私の不覚。けじめは自分でつける。どうやって？バラバラになったところで僕は殺せない。なんとしても撃つ。私には王として民と国を守る責任がある。ならばその脅威となりうるものを私が排除せねばならない。民と国を守るってさ、そんなものとっくになくなってるのに。何？あれ知らないの？もうキャメロットはこのブリタニアには存在しないんだよ。七つの大罪と魔人王の戦いが原因でね。嘘だ。信じられないなら混沌の力を使って見てみるといいよ。そんなバカな。アーサー、奴の言葉に惑わされるな。けれど見えるんだ、変わり果てたキャメロットの。誰もいないキャメロットの無残な姿が。王国ならまた立て直せばいい。それに海軍で人質となっていた人々のほとんどはリオネスに避難させてある。地下壕も、地下壕も消え失せてしまった。あそこには人質となった家族や友の帰りを待つ人々が大勢いたんだよ。私はみんなにキャメロットを必ず取り戻すと約束した。なのに私は。アーサー！はっ！あ、フルカウンター。
これはどうだ。クレイジープロミネス。これはどうだ。尽くしてでも倒す。
くらえ。これはどうだ。無駄だ。ふん、ダブルインパクト。
しぶり。今日は一人？みんな死んじゃった？残念だな。普遍のものなど存在しない。この世は混沌そのもの。いずれみんな消える。初めから何もなかったかのようにさ。悲しまないでメリオダス。違う。うん。あなたは決して一人じゃない。あなたには私たちみんながついてる。ずっと俺たちの絆はシェアする永遠に。
面倒だな。俺の全力を尽くしてでも倒す。すごい、面白かったぞ。ついでにお前が奪った混沌の一端全部返してもらうぞ。やった、返すもんか。混沌の直系たる僕こそがこの力を持つにふさわしい。アーサーの力を押し返そうとしてるの？キャス、お前は混沌の力で何を成したい？全て壊す。価値あるものはどうせみんな滅んで消える。ならばいっそ僕が全部壊す。壊す。こいつは混沌が生んだ破壊衝動の塊か。
こそ混沌を何に使うのさ。懲りずにまた王国を作る。どうせいつかは滅びるのにさ。今頃死んだ民たちは恨んでるだろうね。民も国も守れない無能な王アーサーってさ。アーサー、メリオダス殿。大事なのはアーサー、どう思われるかじゃない、どう相手を思うかだ。私は決してみんなに良い王として認めてほしいわけじゃない。ただみんなに幸せに生きてほしいだけだ。私は誓う。誰に笑われようと、後ろ指を刺されようと構わない。誰も苦しまず、誰も悲しまない。誰もがいかなる脅威と厄災にも脅かされない安息の地を、永遠の王国を作れと。永遠の王国を。アーサーってバカなの。永遠なんてありえない、幻想だ。そんな世界はまやかしだ、矛盾だ、混沌だ。あらら、自分で認めちまってやんの。語るに落ちたな。そうだ、私が混沌の王だ。
やれやれ、世話が焼ける。ただし帰りの保証はできんぞ。ヒロ、無理だ、無理無理、こんなとこ早くおさらばしねえと死んじまう。兄ちゃん、どこだ。おい、死んでるなら死んでるって返事してくれ。おい、デカブツ、どこに鼻つけて歩ってんだよ。おっと、すまんな。ん？なぜ煉獄なんぞに俺そっくりのイケメンが？丸々としたボディ、愛くるしい容姿、まさかお前は、お前はマイルド、我が弟よ。兄ちゃんマイルド、この時をどれほど待ち焦がれたか。この間のゼルドリスとゲルダの顔が忘れられないわね。魔人族と女神族の間に子供が生まれるなんて、前代未聞の珍事だって。と言っても、今の私は半分人間だけど。メリオダス？
まだ悩んでいるの？この子の名前どうしたの？よし、これに決めた。トリスタン・ランスロット。トリスタン、どうかあなたに素敵な未来が訪れますように。さてさてさて、どんな未来が待ってんのかな。どこまで遊びに出かけてたの？あ、ママ上！みんなで探したんだから、本当に落ち着きのない子ね。え？みんなで探してたって、滞在人たちが僕のことを。お、滞在人って、もちろんそうよ。まさか、僕が秘密を知ってしまったことがバレている。ママ上！実はですね、パパ上と滞在人たちが今夜王国を転覆させるとの情報が。トリスタン、ずいぶん探し回ったぞ。で、出たな！七つの滞在！トリスタンだ！二人に似てすごく可愛い。確かにね。でもオイラたちの子に比べたら。子供ながらにこの投球はすごいな。さすがは団長と王女の息子だ。相変わらず元気のいいガキだな。
では、これから特別な贈り物をあげちゃおう。滞在人と呼ばれた七つの滞在の真実の物語を。自分の父親を大悪党と信じ込めたもんだ。教えなかったパパ上が悪いんだ。僕は悪くない。二人ともお昼よ。ああ、それにしてもお前は一体どんな大人になっていくことやら。未来のことなんて誰にもわからないよ。そうだな。でもよ、逆に言い換えりゃ、お前の未来は無限に広がっているんだよ。あの空みてえに。でもどうせ僕は王様にならなくちゃいけないんでしょ。別に他のものになりたきゃそれでいいさ。本当？もちろん聖騎士だっていいんだぜ。それなら僕もう決まってるよ。七つの大罪。